クリスティーナ・ヘンドリックスはアメリカ合衆国の女優。テレビドラママッドメンのジョーン・ホールは英訳で知られる。米、テネシー州、ノックスビル出身。バージニア州の高校で演劇部に所属する。卒業後、ニューヨークでモデルとして活動する傍ら芝居のオーディションを多数受ける。99年、TV 映画ソロリティで女優デビュー。その後、 TV シリーズへの出演の機会が増え、ERA と緊急救命室、コールドケース3などに参加する。AMC のマッドメンで、主人公が務める広告代理店のオフィスマネージャー役に起用され、10年にはエミー賞助演女優賞にノミネートされた。今絶賛最注目を浴びているきっかけとなるドラマ、グッドガールズ、けっぷちの女たちに出演中。 現在シーズン2まで公開されており、シーズン3更新が確定している。テネシー州ノックスビルで生まれる。父はイギリス人であるため、イギリス国籍も有している。8歳から14歳まではアイダホ州ツインフォールズで暮らし、1989年に家族と共にバージニア州フェアファックスに移った。高校時代には、 演劇部や地元のアマチュア劇団で演技をしていた。ヘンドリックスは2007年に始まった AMC 制作のヒットドラママッドメンにおいて多くの男性を魅了する広告会社のオフィスマネージャー、ジョン・ホールウェイを演じて脚光を浴びた。また、ER 緊急救命室やファイヤーフライ宇宙大戦争、ライフ真実へのパズルで、 共演俳優を務め、エンジェル、トゥルー・コーリング、ウィズ・アウト・エイト・レース、FBI 失踪者を終え、などのドラマにゲスト出演にしている。また2007年のインディペンデント映画、ラ・クーチーナでは、ホアキンであるメーダと共に主演を務めた。2009年10月11日に3歳年下の、俳優、ジェフェリーアンドと結婚した。ヘンドリックスはその赤毛で有名だが、 地毛は神聖のブロンドである。本人は10歳の時から赤毛に染めていると話している。2019年、クリスティーナ・ヘンドリックスが10年間連れ添ったジェフリーへ、アンドと、破局した。12年前に、マッドメンの共演者であった、ビンセント・カーシーザーの紹介で、ジェフェリーと出会った、クリスティーナだったが、今回破局を、インスタグラムで報告している。 12年前、私たちは恋に落ち、パートナーとなった。そして互いの素晴らしい家族の一員となり、数え切れないほどの笑いを共有し、素晴らしい友人たちを作り、信じられないような機会の数々に恵まれた。そして今日、私たちは共に新たな一歩を踏み出す。だけど、それぞれの道に、 分かち合った愛にはこれからも感謝し、私たちの2匹の美しい犬の世話を協力していくつもり、この変化の時の中で、私たちは事故の再発見に時間を取る予定。その機会を与えてくれる皆さんの辛抱強さと応援に感謝します。二人は2009年にニューヨークで挙式したが、 子供はおらず、2014年にはクリスティーナが二人とも子供を持つことに一切興味がないとその理由を明かしていた。ありがとうございます。